験同好会でございますけども、寒すぎるからかテンションがバカ上がりしておりますけども、今自分の中でね、流行ってるモノマネからいきたいと思います。炭酸を開ける時のモノマネいきたいと思います。え、そっくり。ゆきさん、ゆきさん、あーちーちーはじいて。寒い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 んですよ。これもう4月なんですけどね。寒いよ、マジで。見てこれ、お前、物語これ大丈夫。めっちゃ寒いよ。はい、はい、この子はでもね、ちゃんと妨害してきてると思います。そう、呼んでみましょう、エリナちゃん。はい、ダンサーのエリナです。よろしくお願いします。足寒いな、それ足が寒いっすよ。足が寒いよ、マジで。さあ、今週もやってまいりました大宮体験同好会でございますけども、会長、はい、今日はどこ行きましょうか。もう近場、やっぱりこれ寒いんです。ここからすぐ近くのお店では、本当に僕もお世話になってる。なんとお店は60年以上やってる。すごくない？先輩、大先輩、はい、ルシアンさんに来たい。ルシアンさんに、はい、行きたいと思いますので、はい、皆さん、最後まで楽しんでください。まずはタイトルコール行ってみたいと思います。大宮体験同好会、じゃあ行きましょう。突然降り出した予行外れの雨、うまくいかない日ってこんなもんだろう。どこかで聞こえる時代遅れの歌も、こんな気分にはやけに溶け込む。さあ、やってまいりましたよ、大将ルシアンさんでございます。いや、僕はね、はい、よくごさせてもらってる。そうなんですか。いや、そんなことじゃなくていいです。いやいやいや、もう本当に僕ね、60周年の記念の時もステージ立たせてるから。あ、うん、まあまあ、どう、そうそうそう、お店のお店の60周年、お母様の代からずっとやられてて、60年か、60周年迎えた、うん、僕が来年、ほら、60周年から還暦なんです。還暦、そうですね。僕の生まれる前からずっとやってる。すごい。ママ、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。いらっしゃいました。はい、はい、いらっしゃいました。いらっしゃいました。おしゃれで、華やかでね、若々しい、本当に、ね、年齢も言ってねえのに、はい、今いやいやいや、ごますらさせてくださいよ。さすがに。早速、ママ、我々ここね、うん、お酒飲むお店なんで。もちろん、もちろん。いいですか、大人の社交場。いいですか。あ、いいんじゃないですか。ママ、じゃあカタタン。ママ、これ、どんなお酒なんですか。これ、こういう人たちですね。あ、自分でつけて、あ、いいですか。ママ、これどれくらいつけたら飲めるんですか。1週間。あ、いい音、ね、やっぱりこの60年の深みがありますね、うん、まあ、調子がいいだけですよ。調子やめてください。調子いいのも大事だね。はい、乾杯。あ、すごい、いい音、高い音がする。あ、美味しい。ちゃんとコーヒーの風味が、うん、はい、美味しい。疲れすぎてない。焼酎だけだと、はい、みんな嫌がるけど、ちょっと甘い。はい、甘く感じますね。なんか別に砂糖入れてるわけじゃないですよね。うん、美味しい。最近ほらコロナだったけど、ここに来て歌ったこともあるし、ライブやってないんですか。うん、舞台で。はい、やった。ジャパン。え、どれぐらいなんですか。我々みたいな、うん、
回飲み放題で5000円。飲み放題で5000円。あ、いいね。1000円あれば飲めるってなったらいいよね。ありがたいです。おつまみのやつも、え、なんかいろいろあるんですか。毎日日替わりで、うん、もう言わなくてもちょこちょこと出る。シェフお願いできますか。来た来た来た。ほら、すごい綺麗。キュウリのナス、ナスかな。ナスとアスパラのつまきなんです。これはママ泡盛り。八重線。泡盛りいただきたいと思います。はい。うわ、うまいな、やっぱり。泡盛りいただきます。でもこれ、よくどぎつい泡盛りよくあって、キュワってなるとこれ映えるのね。すごい。伸びやすい。うまい。これ30度。飲みやす。これもちろんロックですよね。飲みやす。これなんか分かれちゃう。クククー。飲んでね。キュウリとわかめと春菊。ああ。このキュウリとわかめはこのそれぞれの味を出してくれるし、春菊のちょっと苦味がね。ネギもじゃん。美味しい。いい感じ。うまい。いや、お酒にすごい合うこれ。どう。いっちゃおうか。僕ナス大好きなんですよ。これも。いただきます。うん。いや、美味しい。やかい。うん、なんかね。ナスがすごく生きてる。うん、この油の感じもすごくいい。アスパラとネギですかね。もう、うん、ちょっと、まあ、俺がそれ。いただきます。あー、もう、うん、うまい、うん、チーフ美味しいですよ。チーフうまい。魔法の出た。うん、美味しい。これじゃあ僕、うん、ネギパターン言っていいですか。ね、言ってみて。絶対美味しいじゃない。うん、行きたいと思います。すぐ美味しい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 。うまっ。免疫力、うん、なんか凝縮されたもの、うん、美味しいです。レモンでさっぱりしてるし、うん、味噌でしっかり濃い味もついてめちゃめちゃ美味しいです。おそらくシェフって腕がいいから、何食べたいって言ったらオーダーもあると思う。おつまみのオーダーもある。このお客様のわがままを聞いてくれるみたいな、はい、言ってみると、俺らがこれセットでもその中に5000円なら5000円飲んでる中にも組み込まれて、どうぞお通しですよ。ただ言ってみれば、これそんなね、ママがもう60年やってきたっていうことで、このルシアンさん、はい、本当に感謝させていただきました。はい、でですね、我々大宮探検同好会っていうところね、番組やらせてもらってるんですけど、もしよければルシアンさんも、ありがとうございます。ああ、いやいやいや、まだ何も言ってないです。だってずっとストーリー見てるもん。同好会に入っていただきました、ありがとうございます。なんかいただけるでしょ。いやいや、ガントリー知ってるみたい。早いな。ね、もちろんあの我々の番組のステッカーをですね、はい、お店に貼っていただきたいと思います。あ、ネギトラ。そうですよね。いいね、はい、あら、かわいい。いらっしゃいまして。いやー、ナオコさん。ナオちゃん、ナオちゃん、美人姉妹が、妹さんです。ソノちゃんの妹さん、ナオちゃんです。あのタイトルコールっていうのを一緒にいつもやってもらってるんですね。で、僕が大宮探検って J を作っている。これから、あ、顎に同好会すごい、私今日ちょうどいい、ちょうどいいっす。じゃあ、あちらのカメラに行きましょう。はい、行きたいと思いますんで、はい、それでは、ルシアンさん、ごちそうさまでした。大宮探検同好会、ありがとうございます。はい、来てね。
風刺やだ。ありがとうございます。ベロベロじゃないですか。どんなもんだっけ。確かにでも泡盛美味しかったな。マジで。いやそうですね、めっちゃ甘かった。ちゃんとコーヒーリキュール。この ねやっぱり60年やる、うん、続いてる店っていう雰囲気がすごい出てるから、うん、ぜひね一回あの年齢を皆さん来たら感じますから。あとベテランのねそのママさんたちが姉妹が二人姉妹がやっぱり人生相談もしてくれるから。ほんとほんと、めちゃめちゃ落ち着けるいいお店なんで、ぜひ大宮に来た際には、はい、飲みに来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最後にタイトルコールいってみたいと思います。はい、行きましょう。大宮探検クロークロック。まだ次回も見てください。きっといつの日にか愛をみんなに届けよまた次の動画も見てね。大宮探検同好会。